が限界じゃないもん。気のせい。ヘッドスピードだってまだ上げたいんでしょ。上げたいです。もっと飛ばしたいんでしょ。飛ばしたいです。やるやらない。腰元後ろ。もっと下げて。痛い。もっと下げて。痛い。戻る。痛い。痛い。気のせい。はい。気のせい。気のせい。気のせい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、部長の D です。さあ今日もですね、女子ドラゴンプロ育成プロジェクトの小杖ちゃんのトレーニング編をお届けしていきたいと思いますが、まあ、前回の動画でもお話ししたんですけれども、まあ、一般のアマチュアの皆さんはトレーニングする必要はないかなと思うんですが、小杖ちゃんはドラゴンプロを目指すという目標がありますので、プロのスポーツ選手としてアスリートの肉体も手に入れる必要があるかなということで、今まで全くトレーニングをしたことがないアマチュア女子がですね、初めてのトレーニングに臨んでいる、そんな模様をお届けしております。でもね、前回もですね、小杖ちゃんのもう絶叫というか悲鳴というか、もう苦しそうな声がですね、響き渡りましたが、今回もですね、歯を食いしばって小杖ちゃん頑張っておりますので、皆さん最後までですね、見届けていただけて、そして応援のコメントよろしくお願いします。では皆さん、 VTR ぜひご覧ください。どうぞ。だんだん疲れてくると、こうなる。ああ、よいしょ。いけて。は
はい、行きましょう。はい、せーの、3往復。いっぱい出して、そう、左いっぱい出す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 、そう。はい、戻って、右いっぱい出す。もっと引く。そう、あ、今のいい感じ、そのまま続けて。はい、あと2往復。はい、左いっぱい出して、左が、そう、そう、その幅。はい、戻って、あと半分ですよ。はい、お尻、後ろ、もっと後ろ、膝の前に出てきた。はい。あ、一往復。右はまだつくでしょ。